い、それではの今日の、授業に入りますけれども、前回は、固有値と固有ベクトルの、まあ、話まで行きました。で、固有値というのはその行列にはその固有方程式という方程式があって、まあ、その行列の固有方程式の根を、固有値と言いますと。で、それは実はその行列にとって特別な値 でその固有値に対して、まあ、ある性質を満たす特別なベクトルが存在します。で、それを固有ベクトルと言いますというところで話が終わりましたので、で今日は実際にその固有ベクトルの定義を書くところから話を進めましょう。定義 4.3 ですね。教科書は109ページを開いてください。で、教科書の定義 4.3 の記述にはちょっと長いんですけれども、実はこの長い、ちょっと長い記述の部分を前回の授業の最後の10分かそのぐらいで説明しましたので、ここに板書する定義はとりあえず非常に、その部分は取り除いてなるべく単純な形で書きます。で、こういうベクトルの定義なんですけれども、まあ、A を N 次正方行列としまして、それから、まあ、アルファを A の一つ、固有値の一つとします。で、このとき、まあ、前回の授業で最後に出しました A-α の Pn かける V が0に等しくなると。まあ、α は A の固有値で En は N 次単位行列ですね。で、A-αEn という行列に右から V をかけると0になるようなベクトルですね。すなわち、もう一つ別な書き方をすると、この V、ベクトル V を行列 A で移した結果が、実はこの V を固有値 α で α 倍したものに等しくなると、そういう条件を満たす、V で、しかも、0でないベクトルですね。V、0ベクトルは常に、この関係式に満たしますので、ここでは特にその0でないベクトルでこういう性質を満たすものですね、を取り上げます。これを満たすベクトル V を、教科書よりもちょっと若干詳しい言葉で書きますけれども、教科書では単に A の固有ベクトルと呼ぶと書いていますが、これは単に A の固有ベクトルといってもこう いろいろなものがあるわけですね。ここでは特にこの α という固有値に結びついた固有ベクトルという意味で、固有値 α に属する A の、まあ、固有ベクトルと。と呼びます。ですので、その固有、行列の固有ベクトルを考えるときには、その必ず特定の固有値とセットで考えるということに注意、ということが多いということに注意してください。まあ、もちろん、その固有ベクトルだけをいっぱい扱うという場合もあるかと思いますけれども、その、また別のところでは、その固有値、固有ベクトルをですね、固有値とこうペアにして、物事を考えるときもありますので、一応そういう区別をですね、つけておきましょう。ここまで何か質問はありますか？で、
この固有値と固有ベクトルがですね、そのどのような役割を果たしているかについては、残念ながらこの春学期の線形代数1では詳しく説明する時間がありませんので、今はしません。その代わり、皆さんこの教科書を見てもらって分かるように、そのこの教科書ですと第7章がですね、185ページからなんですけれども、固有値と固有ベクトルという章がありまして、丸々この固有値と固有ベクトルに割かれている章がありまして、で、そこで固有値とか固有ベクトルの性質についていろいろ説明がされています。ですので、皆さんの中でその、秋学期の線形代数2を履修する人がいれば、ちょっと聞きたいんですけど、秋学期の線形代数2を取ろうと思っているとどのぐらいいますか？あ、ほとんど全員ですね。はい、わかりました。はい。その秋学期のですね、線形代数2の方で引き続き深くやっていくと思います。それから、実はこの固有値と固有ベクトルというのはですね、詳しくいろいろ例を挙げて説明することは今はできないんですけれども、その、非常にいろいろな分野で線形代数を使う、応用するいろいろな分野で非常に大事なものとして扱われております。で、大体その線形代数を道具として使う、いろんな理工学の問題の中でですね、最もよく使われるのが、一つは、連立一致方程式を解くという話ですね。で、もう一つは、挙げるとすれば、その固有値や固有ベクトルを計算するということで、そのいろいろな問題の性質を、この固有値や固有ベクトルによってこう調べるということがよく行われています。で、残念ながら僕は科学のことはよくまだ知らないんですけれども、多分科学でもそのいろいろ用いられる場面があると思いますので、皆さんも必要に応じて理解を深めていってほしいと思います。ここまでいいですか？はい。それでは今度、セクション 4.4 に進みましょう。教科書114ページのクラメールの公式というところに進みます。でここにはですね、定理が1個ありまして、でこれは何をする定理かといいますと、連立一次方程式 の、 解を求めるための定理およびその計算手順ですね。で、この定理の特色はその行列式を計算することで連立一次方程式の例えば N 個だったら N 個の解が全部求まりますという話をしています。ということで、とりあえずその定理をですね、一通り説明したいと思います。番号は定理 4.4 ですね。でこのクラメールの公式のまず読み方なんですが、教科書によってカタカナで書くといろいろありまして、僕も何冊か見てみたんですけど、クラメールの公式と書かれてある本もあれば、クラメールの公式と書かれている本もありまして、カタカナの書き方が一定ではないんですけれども、要はフランス語でこういう綴りだということのようですので、名前は大体合ってればいいと思うんですが、一応中身の方をよく理解しておいてください。で、ここではまずその連立一次方程式を考えます。これは以前皆さんがそのこの授業でよく扱った連立一次方程式なんですけれども、教科書にもありますように、
まあ、A の 11x1 プラス A の 12x2 と入れてきて、まあ、A の 1nx n イコール b の1と。で、同じような連立方程式、同じような方程式がちょうど n 個あるわけですね。で、まあ、こういうその連立方程式、n 変数で n 個の連立方程式が与えられているものとします。で、この連立一次方程式は、皆さん、これまでの、特にその第2章での授業でやりましたように、行列とベクトルの積で書くことができたわけです。どういうかというと、AX イコール、まあ、B と書きまして、で、X、で、まあ、A は、この、係数 AIJ を IJ 成分に持つ行列で、それから X は、この、連立次方程式の変数 X1 から XN を、まあ、縦に並べた列ベクトルで、それから B は、この方程式の右辺の値、B1 から Bn を上から縦に並べた列ベクトル。まあ、こういう形でこう表されていました。まあ、この辺は皆さんすでにこれまでの授業でやっているから大丈夫だと思いますが、で、多分これ以上下に書くとですね、ちょっと隠れてしまうと思いますので、右側の黒板に続きを書きますが、まあ、この連立一次方程式に対して、その A が正則の時ですね、A、係数行列 A が正則の時、まあ、解この連立一次方程式の解 x1 から xn は次の式で与えられるというのがこの定理の内容なんですけれども、皆さんもある程度写した人はこの教科書114ページの囲みですね、囲みの定理の中を見ていただきたいんですが、どういう式で与えられているかというと、まあ、xi なんですが、分母は A の行列式です。分母は A の行列式ですので、分母が0になるとまずいわけですね。だから分母が0にならないときだけこれが使えると。分母の A の行列式が0にならないというのは、すなわち A が正則のときという条件がついています。で、分子がどのように、分子はですね、分子も行列式なんですけども、どのような行列式を作るかというと、あ、そっか、すみません、一つ書き忘れたんですが、この A ですね、この A の行列なんですが、これを、列ベクトルを並べて表しましょう。で、A の行列の第一列を A1 と置いて、同じように、第N 列を AN と置いた、まあ、こういう、列ベクトルの並びで A を表しているものとしましょう。すいません、ちょっと後で書き加えることにしますね。で、そこで、じゃあ分子はどのような行列式を作るかというと、この A の、各列をですね、順番に並べていきます。第1列から A の1、から順番に並べていって、今求める変数が xi という i 番目の変数なんですけれども、この i 番目の変数に対して、この i-1 列目までは、この a の
行列 A の列をどんどん並べていきます。で、第i 列をこの右辺のベクトル B に置き換えると。で、第 i プラス1列目からまたこの A の列をどんどん並べていって、最後 A の第 n 列を並べる。こういう形の行列式を作ります。ですので、ここですね、第 i 列、xi、対 xi を計算しようと思ったら、この分子に持ってくる行列式は、a の行列式の第 i 列を、この右辺のベクトル b に置き換えなさいと。これで、対 xi が計算できます。というのが、このクラメルの公式ですね。で、まあ、xi はこういう公式で、まあ、i が1から n までを取るんですが、これで与えられると。というのがこのクラメルの公式です。とりあえず基本的な計算手順については大丈夫ですか？はい。で、ちょっと今日は先の方を説明急ぎたいので、まあ、本来ですと、まあ、この計算例もこうお見せできればよかったのですが、まあ、ちょっと先の方も分量がありますので、すいませんが、とりあえずは、金曜日の演習などで適宜補っていただきたいと思います。一応、クラメルの公式は、まあ、この線形代数でも、まあ、数学科で教える線形代数の中では、まあ、主要な定理の一つでありますので、まあ、多分この金曜日の相山先生の演習では必ず問題出てくるんではないかと思いますので、まあ、それでやってみてください。で、まあ、皆さんの中にはですね、このクラメルの公式を見た人の中には、じゃあ連立方程式を解くんだったらこれだけでいいんじゃないかとかと思う人もいるかもしれませんけれども、現実にはガウスの消去法ですね、まあ、第2章でやりましたガウスの消去法が今でも連立一次方程式を解く解法の一番主要な解法として活躍していると思います。で、まあ、それにはいくつか理由がありまして、例えばですね、今ありますようにこのクラメルの公式はその A が正則の時だけ使えるっていうんですね。そうするとクラメルの公式が使えるかどうかを確かめるためには、まず係数行列 A の行列式を計算して、で、まあ、それが0かどうかっていうのを先に調べる必要がありますっていう理由もありますし、それからあと連立一次方程式を解くっていうのは行基本変形の繰り返しなんですけれども、その、まあ、行変形ですか、行変形と行列式の計算ってどっちが大変だと思いますか？行変形の方が大変だと思う人、行列式の計算の方が大変だと思う人、はい。誰か理由を説明できる人はいますか？まあ、理由説明できる人がいたらこの授業では A 上げてもいいくらいなんですけれども、一応ですね、まあ、僕みたいにその計算機に関わる数学をやっておりますと、計算量という何でしょう、まあ、分野というか、そういうテーマがあります。それは、例えばある大きさの、例えば N 次の正方行列に対して、いろいろな計算をするときに、どのぐらい計算の手間がかかるかというのを表す指標なんですね。で、まあ、これもちょっと時間の都合で詳しくはありませんけれども、実は大体の皆さんがご察しの通り、行列式の計算というのは、行変形に比べると著しく手間がかかる計算と言われています。それが、今でもそのガウスの消去法もしくは行変形が、連立一次方程式を解くのに主に使われている理由の一つでもあります。まあ、そういう事情も知っていただけるといいかなと思いますね。
ただわざわざ数学科での授業でこういうクラメルの公式をやる理由っていうのもいくつかありまして、これは主にその理論的な面からその解の性質を知るとか、あるいはその解のが存在するということをなんか証明するとかですね、そういう用途には使える場合が、有効な場合がありますので、まあ、そういうこともありまして、クラメルの公式というのも扱っています。ということで、まあ、このぐらいでいいですかね。はい、何か質問ありますか。はい、じゃあそれでは一応ですね、第4章で、皆さんがその秋学期の線形代数2を学ぶ上で困らない程度の内容はここまででやりました。ということで、次第5章に入りたいと思います。第5章は教科書122ページですね。で、まあ、第5章が数ベクトル空間と線形写像というタイトルなんですけれども、実質、まあ、ここからですね、その大学の線形代数 の、 授業がスタートするといっても過言ではないと思います。で、一応今までですね、その第1章から第4章までは行列の話を中心にいろいろやってきたんですけれども、その、まあ、線形写像というのがこの線形代数の中でその、まあ、中心的な、まあ、概念でこれから扱って いくわけです。のでまずその線形写像についてこの章で学びます。で、教科書を見ますと、そのセクション 5.1 でですね、その線形写像に関する説明がこうバワッと書いてあるんですけれども、ところが数ベクトル空間についてはほとんど何も触れていないんですね。で、実はその数ベクトル空間という言葉は、まあ、皆さんすでにこう教科書にも出てきましたので、やっていることになっているんですけど、しかしその改めてこの線形写像を扱うっていう時に数ベクトル空間って言われてあんまり実感がつかめないまま、その線形写像の話に入っても結構一体この話は どの世界でやってるんだろうっていうことでかなり戸惑いを覚える人もいるんではないかと思います。で、そこで教科書ではセクション 5.1 がですね、線形写像と行列という説になっていますが、ここでは特にそのじゃあ数ベクトル空間というそのこれからですね、我々がその線形写像を数極形代数を考えていく世界のですね、いくつかこう少し慣れておくために新しいセクションを作っておくことにしましょう。1の前の数字は0しかありませんから 5.0 ということにして、とりあえず数ベクトル空間と部分空間という話をしたいと思います。で、こっちの黒板はなかなか下が使いづらいのでタイトルを書いたところでちょっと左に移っていますけれども、ちょっと
見苦しいと思います。すみません。で、ちょっとこの説はですね、どちらかというとその数式よりも説明の方がどうしても多くなってしまいます。数ベクトル空間がそのどういう世界でどういうものを扱うかとかですね、それから部分空間の定義や性質を書いていきますので、どちらかというとその板書も文章が多くなると思いますが、その僕の説明の中で例えば板書に書かれたことでも皆さんがすっと納得できるものは多分書かなくてもいいと思うので、とりあえず無理して全部写そうとせずに、なるべくその僕のしゃべっている内容を理解するように努めてもらえればいいんじゃないかと思います。でまず最初にまあ、触れておきたいことなんですけれども、その大体まあこれまでの授業ではその行列が中心の話題の中心でした。例えばその第1章では行列の定義をして、それから行列の性質について学びました。正則行列とか転置行列とかいろいろ出てきました。それから第2章では連立一次方程式を扱いまして、でここでもその連立一次方程式の係数行列についていろいろな操作を行うことで連立一次方程式の性質を知るということをやりました。で、まあ、第3章第4章ではまあ、皆さん今までやってきましたようにその行列式について扱ったわけですね。でところがその本来というこれからの授業でその扱われる内容というのはこれまでの行列からまずベクトルに変わるということをまず皆さんに知っていただきたいと思います。ですのでこれからの授業では、まあ、ベクトルを中心に扱います。もしくはそのベクトルの集まりであるベクトル空間といったものを中心に考えます。そうしますと、じゃあ、行列っていうのはこれから学ぶ線形代数の中ではどういう位置づけになるんですかっていうことを多分疑問に思う人がいるかと思いますので、先回りして説明しますと、これからの行列のその位置づけとしましては、これはベクトルをベクトルに移す、これをこういうものをその写像と言いますけれども、特にこの行列というのは写像の中でもその線形写像と呼ばれるものです。ですのでこの行列に関してはまあ行列はですね、その結局連立次方程式なんかでもやりましたように、列ベクトルの、左から行列をかけると何か別なベクトルが出てくるわけですね。というそういう意味で言うと、そのあるベクトルを別なベクトルに移していると見なすことができるわけです。で数学の世界ではそのある対象を、例えばベクトルだったらベクトルを、まあ、別のベクトルに移すっていうそういうものをですね、写像と呼びます。で、これからの行列の位置づけとしてはこのベクトルをベクトルに移すこの写像としての性質を性質をまあ中心にまあ扱います。
まあその写像としてそのどういう性質があるかということを中心に調べていくというか皆さん学んでいきます。ということでそのまずその初めに強調しておきたいのは何度も何回か繰り返しになりますけれどもそのまあこれからの線形代数ではそのベクトルを中心に物事を考えますということで、その行列がそのベクトルをベクトルに移す写像としていろいろ調べていきますということですね。ここまでいいですか。で、じゃあということで次にそのこの章のタイトルはですね、数ベクトル空間と線形写像という名前ですので、ちょっとその数ベクトル空間という名前について少し説明しておきます。で数ベクトル空間 の、 名前自体はですね教科書のだいぶ前の方で出てきているので、まあ、もしノートを使用って余裕のある人は開いてみてください。どこまで遡るかというと、とりあえず教科書の13ページですかね。で一応そのまあだいぶこの授業の最初の方にやった N 項数ベクトルの定義をもう一度書き出してみますと、まあ、あるスカラの集合ですね。例えば今までですとその実数とか複素数全体の集合を K と書きましたけれども、この形状の N 項数ベクトル空間、V というのを次のように定義しておりました。N 項数ベクトルですから、まあ、A1 から、まあ、AN というその N 項のスカラーを縦に並べて括弧でくくったものですね。これを、まあ、N 項数ベクトルで呼んでいました。一応 A1 から、まあ、AN はこのスカラーですと、まあ、こんなふうにまずこういうその N 項数ベクトルの集まりですね、全体を考えるわけです。ですね、まずこの V というのはこの形状の N 項数ベクトルの集合ですね、集合ということができますけども、集合と見るわけですね。さてところがですね、このここにありますようにこれはどうも空間と呼ぶんですね。単なる集合ではないらしいということが、まあ、空間という言葉からこう読み取れるわけなんですけれども、じゃあその空間っていうのは一体どんなもんなのかっていうのがやっぱりこれから学んでいく上では一応認識しておくことが大事なことの一つです。で数ベクトル空間というのがですね、まずはこういう定義で数ベクトルの集合を考えるわけですね。数ベクトルの集合を考えます。で、単なる集合と異なるのは、この数ベクトルのいろんなベクトルの間にですね、
そのある種の、構造と呼ばれるものを入れるという点です。数学ではそのよく構造と呼ばれるんですけれども、じゃあこの構造っていうのはどういうものかというと、まず具体的に、この数ベクトル空間の場合には、まずこの N 項数ベクトル全体の集まりを考えて、その間に、ベクトルの和とスカラー倍というのを考えています。ですので具体的にはこれは和とスカラー倍ですね。でこれによって、その例えばベクトルとベクトルを加えると何か別なベクトルになると、それから、まあ、ベクトルをあるスカラー倍すると何か別なベクトルになるというふうに、この単なるベクトルの集合としてだけではなくて、そのベクトル同士に何らかのこう関係が入る、もしくは2つのベクトルから新しいベクトルに対応づけたりする、そういう、こう対応づけが入ることになります。で数学ではこのようなですね、この集合の中の要素のいろいろな対応づけをすることを入れることを、その構造を入れるというふうによく言います。で、これまでその皆さんが学んできた中で、その構造が入っている対象の例といいますと、例えば皆さん普段使っている数なんかもそうですよね。あれはまず最初に1234567という、 こう数の集まりがあって、でその中にこう足し算とか引き算とかを入れていくわけですね。ちょうど皆さんが小学校に入ってから、まず123と数えることをやって、それからこう足し算をやって、でそれから今度は2桁の足し算をやって、で筆算をやって、で今度2年生って掛け算をやってっていうふうに、こうだん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 こう複雑な仕組みを入れてきたということが分かると思います。それがまあ一つの構造なわけですね。大体そういうものを思い浮かべてもらえればいいと思います。で、ベクトル空間の場合には、そのベクトルの集まりの間にこの和とスカラー倍という構造を入れることで、ベクトル空間というものを構成しているわけです。ここまでいいですか？じゃあ、まあ続きやりましょう。ではそのベクトル空間をですね、ベクトル空間に入ったその和とスカラ倍と呼ばれるものが、じゃあ何でもデタラメにこう勝手に考えたものを入れればいいかっていうと、そうではないということを次にちょっと話をしたいと思います。まずその数ベクトル空間の和とスカラ倍の定義に関しては、先ほども出てきました、その教科書の13ページですね。ここに定義がありますので、これを見てみましょう。で、この和とスカラ倍をですね、最初に授業で説明したときにあまり強調しておかなかったので、今ちょっと注意しておきたいと思うんですけれども、まずこの和とスカラ倍のですね、この、条件というか満たしている性質としまして、この和とスカラ倍はですね、 V の中で閉じた演算であると。
いう点にこう注意してください。閉じた演算っていう言葉は聞いたことありますか？初めて聞くっていう人はどのぐらいいますか？もしくは初めて、はいはい、わかりました。閉じた演算っていうのはどういうことかっていうと、まあ、ベクトルのバオモスカラー場合もですね、このベクトル空間 V の中からこうベクトルを持ってきて、で和ですと V から2個ベクトルを持ってきて加えるわけですね。でスカラー場合です と、V からベクトル1個、でからスカラーを1個持ってきてこうかけるわけなんですけれども、どちらも計算結果が、計算結果もですね、その元のこのベクトル空間 V の中に入っているか入っていないかっていうのが実は問題になります。で、でここで閉じた演算っていうのは、その例えば和とかですね、ベクトルの和とか、それからベクトルのスカラー倍の計算結果が必ずまたこの V の元になると、すなわちこの V のベクトルになるというのが、この閉じたという言葉の意味です。で、逆にその閉じていないような演算の世界っていうのは、皆さんちょっと想像してみてください。すぐに思いつかない人もいるかもしれませんけれども、例えば、そうですね、自然数全体を考えてみましょう。まあ、1、2、3、4、5、6。で、1、2、3、4、5、6といったこう自然数全体は、まあ、足し算をしましょう。足し算をしても、また自然数なわけですね。必ず正の数になりますから、正の整数になりますから、自然数なわけです。ところが、引き算をするとどうなるでしょう。引き算をすると、例えば、3と4は自然数なんですけど、3-4というのを計算すると、マイナス1になって自然数になりませんよね。ですので、自然数全体の集合というのは、その引き算については閉じていないという言い方をします。で、同じように、じゃ、まあ、これがこの整数全体になりますと、整数全体というのはその負の数も、負の整数も含みますから、例えば、3から4を引けばマイナス1になるけれども、マイナス1は整数の要素ですから、そうすると、整数全体の集合は、まあ、足し算とそれから引き算については閉じているというふうに言います。じゃあ今度は、その整数全体の集合がその割り算について閉じていますかっていうと、どうですかね。閉じていると思う人、閉じていないんじゃないかと思う人。はいはい、分からない人はまず目を覚ましましょう。閉じていると思った人おめでとうございます。閉じていないと思った人おめでとうございます。すみません、閉じていないんですね。で、閉じていないということを示すには、反例と呼ばれる、閉じていない例を1個持ってくればいいわけですね。皆さんいろんな例を思い浮かべられると思いますけれども、例えば、1を3で割るという演算を考えると、1も整数で3も整数なんだけど、1割る3というのは3分の1ですよね。でこれは整数ではありません。ですので、整数全体の集合というのは割り算については閉じていないと言えるわけです。で、同じようにしてまたこのベクトル空間の、話に戻りますと、ベクトル空間の和とスカラ倍の演算で大事なこと、まず一つ目の大事なことは、この和とスカラー倍の演算というのは、このベクトル空間 V の中で閉じています。すなわち、この計算結果はまた必ずこの V の中に戻ってくるということですね。それを、注意しておきましょう。で、それで、次にですね、その教科書を14ページを見ますと、その和に関して次の性質が成り立つ、それからっていって A1、A2、A3、A4 と書いてあって、それからスカラ倍に関しては次の性質が成り立つと、S1、S2、S3、S4 という性質がありました。で、
A2A3A4 がその場合に関しての多接性質で、それから、まあ、S1S2S3S4 というのがこのスカラー倍が満たす性質というふうになっていました。で、ここでその強調しておきたいのは、これら8つの性質というのは、教科書のその14ページの部分を読みますと、そのワトスカラー倍を工程にしたら、ワトスカラー倍はこれこれの性質を満たすというふうに読めるんですけれども、実際は逆で、逆ですというのはどういう意味かというと、実際は、ワトスカラー倍というのは、ベクトル空間のワトスカラー倍というのは、この性質を満たすように作りますっていうんですね。そこが今までの説明とちょっと異なる、ベクトル空間、数ベクトル空間本来の、作り方 の一つですので、ちょっと強調しておきたいと思います。ですので、どう書けばいいですかね。ワトスカラー倍が満たす性質はこうなんだけど、まあ、実際は、これらですね、これらの性質を満たすようにワトスカラー倍を定義すると。まあ、これがその今までの説明とはちょっと異なるですね、ベクトル空間の作り方というか、その仕組みになっているんですね。ということにちょっと気をつけてください。それで、こういう話をしますと、その皆さんの中には、なんでこういう回りくどいことをするんだろうと疑問に思う人がいるかもしれません。で、実はですね、ここの見出しにの数ベクトル空間の数というところに、括弧をつけていることに、括弧でくくってるんですね、こう、括弧でくくっていることに気がついた人もいるのではないかと思います。で、それに関して言及しますと、実はその第5章は数ベクトル空間と線形写像という名前になっていて、で次の章第6章がベクトル空間と線形写像という名前ですね。じゃあこの数があるとないとではどう違うのっていう話なんですけれども、実は、まあ、数ベクトル空間っていうのはたまたまそのさっき V を定義したようにその数を並べて作ったベクトル空間なんですけれども、実はそのベクトル空間と呼ばれるものはこの数を並べて作ったこの数ベクトル空間以外にもいろいろあります。でそれは詳しくはその空き学期の線形代数2で学ぶことになりますが、例えばそのある条件を満たす多項式全体ですとか、実はその数を並べていたもの以外もそのベクトルとして扱うことができるんですね。でそういういろいろな世界を考えますと、その都度その都度その世界ですね、その特定のベクトル空間に合ったこうワイヤスカラー倍をこう考えるんですね、なんとか定義するわけです。で数ベクトル空間の場合にはどうやっているかっていうと、和は各成分の和を取りなさいと、それからスカラー倍というのは、まあ、各成分をラムダ倍しなさいというふうに定義しているんですけれども、同じようなワトスカラー倍をそのそれぞれのベクトル空間に対してこの定義します。ワトスカラー倍を作ると言ってもいいくらいですね。ワトスカラー倍を作って、しかもこれらの教科書にありました8つの性質を、まあ、満たすように作ったものをベクトル空間と言いますという仕組みで作っておりまして、ですので、まあ、この教科書の最初の
説明の仕方ですと、まあ、最初にこの数を並べたベクトルというのを考えて、それにそのワトスカラ倍を定義したらこういう性質を満たしましたっていうようなこう説明の仕方だったんですが、実際にはその手順が逆といいますか、そのまあベクトルを定義するところはいいんだけども、じゃあワトスカラ倍は逆にこういうあの8つの性質を満たすように作ったらこういうふうになりましたっていうあのふうにこう言えるわけです。ですので、もしかするとそのこの N 項の数ベクトル空間に対して教科書でやったものと全く異なるそのワトスカラ倍を定義することもまあ可能かもしれません。僕はまだやったことないんですけれども、一応この8つの性質を満たすようなあのワトスカラ倍が定義できればいいですので、あのもしこうやってみたという人がもし出てきたら教えてください。ということで、ちょっとだいぶ面倒な話になってしまったかもしれませんが、一応の数ベクトル空間ですね、これから我々が相手にする数ベクトル空間についてもう一回まとめますと、これからの授業ではまずベクトルを中心に扱いますと。で、数ベクトル空間というのはその、まあ、数ベクトルの集まりにそのワトスカラ倍というその演算ですね、もしくは構造と呼ばれるものを加えた、世界ですと。それから、ワトスカラ倍はこの与えられたベクトル空間 V の中で閉じています。で、そのしかもそのワトスカラ倍っていうのは、教科書のここにありましたような性質をまあ満たすようにまあ作ったものですよということです。で、ついでに言うと、まあ、数ベクトル空間以外にも同じような仕組みで数学のいろいろな対象をベクトル空間と見て扱うことができますという話も、まあ、後でやります。ここまでいいでしょうか。で、次の話は今日多分最後になると思うんですけれども、部分空間という話をしておきます。実はその部分空間はこの第5章の先の方に定義が出てくるんですけれども、結構これも数ベクトル空間と同じく大事な概念だと思いますので、今のうちに説明をしておきます。まず V を、数ベクトル空間としましょう。で、これに対して、W という V の部分集合を考えます。ここですね。ただし、この W は、空集合ではないと。少なくとも1個は要素が入っているものとしましょう。で、この時、その W は V の部分空間であるとは、次の性質を満たすことを言います。次の性質を満たすときに W は V の部分空間であると言います。
その性質の一番なんですが、この見出しですね、SS1 というのは、ちょっとバタッと説明しますけれども、今説明しましょうか。この SS というのは何の略かというと、これ必ずしもその万国共通な記号というわけではなくて、たまたまこの教科書でこう書いている見出しなんですが、SS は部分空間を表す英語のサブスペースの略です。あと頭文字ですね。で、一つ目の性質としては、それから X と Y をこの W の任意のベクトルとしたときに、この X と Y の和ですね、X と Y の和もまた、W のベクトルになりますという性質です。で、次2つ目なんですけれども、2つ目、まあ、賢い人は、いや、和とくれば次はスカーラー倍なんじゃないかっていうふうにこう予想するのではないかと思いますが、実はその通りでして、もしくは、教科書の127ページあたりまでこうすでに予習してきた人にとっては自明かもしれませんけれども、実はスカーラー倍の話なんですね。SS2 というのは、ラムダを任意のスカラーとして、それから X を、W のベクトルとしたときに、この X のラムダ倍ですね、スカラー倍が、また W のベクトルになると。以上がその満たされるときに、この W は V の部分空間になると言います。だから、まあ、そのもちろん W は V の部分集合なんですけれども、その中でまあ特別な性質を満たす部分集合と言えるわけですね。で、一応これを言葉で書きますと、この V 乗の、和とスカラー倍が、W で閉じていると。というふうには言葉ですね、この文章だとこういう意味になります。もしかしたらちょっとまだピンとこない人もいるかもしれませんので、ちょっと部分空間の例についてはまた、数分後に多分この授業の最後で説明したいと思います。で、W というのはまずこの与えられた数ベクトル空間 V の部分集合なんですけれども、その部分集合の中で特にその和とスカラー倍について先ほどの僕の説明で閉じているというわけですね。和とスカラー倍が全部 W の中にこう入る、含まれるようですというときに、この W は V の部分空間であるというふうに言います。で、このことからですね、一つその部分空間に関する性質が言えまして、V の和とスカラー倍を、W に制限することにより、
ここで制限するというのは、もともとそのワトスカラ倍というのはこのもっと大きい空間 V で考えていたんですけれども、それをこう W だけで、中だけでその与えられたワトスカラ倍を考えるためですね。W の外についてはとりあえず何もしなくても良いと。なんでかっていうと今、W は V の分空間と思ってるから、してるから、その W でその和とかスカラ倍を取ったらまた W に返ってきますから、そうすると和とスカラ倍は今のところ W の中で考えておけば十分というわけですね。で、この V と和とスカラ倍を W に制限することによって、W もまた、部分空間というのは数ベクトル空間になるんですね。ということが、分かります。数ベクトル空間になるためには何を示せばいいかという、何が成り立っているかというと、具体的には、この、先ほど何度かやりました、数ベクトル空間の性質ですね。この、A1 から A4 の性質と、それから S1 から S4 の性質を満たすと。ということが言えます。ですので、一応押さえておきたいのは、その部分空間というのは、まあ、ベクトル空間になっているんですね。そこに注意してください。そこが単なる部分集合とは異なる、性質です。ですので、ベクトル空間の部分集合を勝手に取ってきたからといって、それが何でも部分空間になるわけではないということにも注意してください。ここまでいいですか？そしたらですね、まあ、残り5分なんですが、その部分空間の例をちょっと見てみましょう。今ここではそのまあ V をベクトル空間とした時のことを考えますけれども、V をベクトル空間とした時に、まず V 自体か。まあちょっとなんかピンとこないような気もするかもしれませんが、あの V 自体を V の部分空間と言いますというか、 V 自体が V の部分空間になります。ちょっと上に押します。ちょっと奇妙に聞こえるかもしれませんけれども、これはまあ数学的な定義によるもので、V 自体というのは自分の部分集合なんですね。部分集合の定義からすると。それすると、必然的にこの V 自身というのは V の部分空間になります。というのがまず一つ目の例ですね。それから、二つ目の例ですと、まあちょっとこれ記号だけ書いちゃって何の意味だかわからない人もいるかもしれませんけども、
こうかな。ゼロベクトル1個からなるそのベクトル空間の部分集合ですね。これは、実は部分空間になります。これがいろんなベクトル空間の、部分空間の中で一番小さい部分空間ですね。で、一応皆さん、もし疑問に思う人がいたら、実際にこの部分空間の定義意識ですね、定義の性質が満たされることを確かめることができます。それから、ついでに言うと、この、ベクトル空間の、まあ、公理という言葉は使いませんでしたけども、先ほどの A1 から A4 までの性質と、それから S1 から S4 までの性質も満たすことがわかります。で、もうちょっとですね、その現実的な、私たちの生活に近い例を少し見てみますと、R2 ですね。R2 は R3 の部分空間と、言えます。で、これはどういうことを言ってるかというと、例えばですね、この黒板の上に原点を取りましょう。で、この向きに X 軸、黒板上に X 軸と Y 軸を取って、で、黒板から皆さんの方向へ黒板の面と垂直に Z 軸を取りましょう。で、これで例えばその、基本ベクトル、3つを定めると、これ、数ベクトル空間からなる、と手配を付けられる、この空間ですね、この空間を表す数ベクトル空間になるわけなんですけれども、じゃあその中で、我々生きている世界は3次元なんですけれども、その中で実は黒板上だけ考えると、黒板上の、この黒板をずっと上下に左右に延長していた平面を考えますよね。この平面っていうのは、この我々が住んでいる3次元の空間の、部分空間と言えます。それはどうやって言えるかっていうと、その Z 座標が0になっただけですね。で、X 座標と Y 座標は2の値を取るから、そうすると、この黒板からずっと延長していった平面全体を動くということで、しかも、疑問に思う人は、この部分空間の定義に基づいて、その性質、定義式ですね、あそこの性質を確かめてみれば分かると思うんですけれども、実はこういう部分空間の例もあると。例えば、我々の身近なところにも部分空間の例があるということを、ちょっと知っておくといいかと思います。はい、ここまでで何か質問ありますか？はい、ということで、今日は、教科書のですね、第5章の線形写像に入る前に、これから我々が、線形写像を扱う世界である数ベクトル空間について、もう一度復習しておきました。ということで、次回からは実際にこの数ベクトル空間の上で、線形写像の性質を見ていきたいと思います。じゃあ今日はこれで終わりにします。お疲れ様でした。